今日も元気なねねです。もも母ももは、皆さんこんにちは、ももはです。三重県から来ました19歳のふうかです。よろしくお願いします。めっちゃちゃんとしっかりしてる。今日は何をすると思いますか？今日はね、ふうかちゃんが得意ということで萌え台詞を言っていただきたいと思います。萌え台詞って聞いたらピンとこないけど、どんなのなんですかね？ももはちゃんがよくやってるやつだ。めし込まれた、いきなり。なるほど、私萌え台詞よくやってますかね。あ、萌え台詞、あ、萌え台詞らしいですね。ありがとうございます。じゃあ今日はそれをふうかちゃんに言っていきたいと思います。お願いします。VTR スタート。どこ行く？どこ行こうか。でも映画見たいかも。わかる。あの映画見たい。ね、行くか。行こう。楽しみ。ね。手つないでもいい？いいよ。今日楽しかったね。楽しかった。面白かった映画。うん、楽しい。あ、なんだっけ。今から晴れるよ。夢に僕。面白かった、ね。面白かった。いや、もうそろそろ帰らなきゃいけない。そうだね。じゃあこれこっちだから。もうちょっと一緒にいたいな。もしもし。どうした？特に用はないけど。なんかあった？別に。いつもと違くない？声が聞きづらくなっただけ。俺今日めっちゃ頭痛いんだよね。大丈夫？朝からさ、全然食べれてなくてさ。家ピザ買ってこようか。いや、大丈夫、全然無理しないでね。やっぱりメル TV って面白いな。っていうか、ふうた帰ってくるの遅くない？やれやれ。あ、ふうたくんおかえり。ただいま。なんか今日元気なくない？そうなんだよね。前に言ったじゃん、あいつと仲悪いって。ああ、レイタくんのことか。なんか部活であった？そいつと喧嘩してさ、そのまま帰ってきちゃったんだよね。仲直りできてないってこと？そう。そっか、それは悲しい気持ちになるよね。でも何があっても私、ふうたくんの味方だから。やっぱりこの新作のドリンク美味しいな。私ずっとふうたとこの店来てみたかったんだよね。だけど今日ふうた、なんかいつもと違くない？いやさ、最近思うんだけど、本当にかなこ俺のこと好きなの？え？なんでそんなこと言うの？私、100人から告白されたって全部断ったの。多分、ふうたくんに出会うために断ってきたんだと思う。どこが好きなの？私、ふうたくんの全部が好きだよ。笑った顔も怒った顔も全部大好き。VTR どうでしたか？面白かったですね。笑い声がすごい外まで響いてきてて、もう何テイク撮ったかわからないぐらいの10個撮ったよね。あのテイクだけで私が大好きっていうセリフがあったんですけど、ずっともうカミカミだし、顔見たら笑われるし、存在感がすごく付き合ってるのかしらっていう感じで、ちょっとかのこはちょっと悲しかったかな。笑われすぎちゃってね、かのこね、ちゃんと胸なのに妊娠したとか。いきますよ。よいかな。よいスタート。デート楽しかったね。ちょっと待って。よーい、スタート。今日楽しかったね。楽しかったわ。映画面白かったし。うん。あのシーン面白かった。あ、何？今から晴れるよ。夢にボンくんあっちだからよいスタート。今からどこ行く？どこ行こう？でも映画見たいかも。いや、わかる。今流行ってるやつあるよね。あれだよね。あれ見に行こう。めっちゃアイリングミスユー。何それ。うわ、俺マジ今日めっちゃ頭痛いんだよね。大丈夫。うわ、俺めっちゃ今日頭痛いんだよね。大丈夫。笑ったんだけど。よーいスタート。ふうた遅いな。なんかふうたの声が聞こえた気がする。ふうたねえ、おかえり。なんか今日元気なくない？なんかさ、部活でさ、前言ったじゃん、あいつとなんか仲悪いみたいな。まあ言ってた人か。そう。なんかあった？なんかね、めっちゃ喧嘩したんだよね、今日僕ら。そっか。でも仲直りしたんでしょ？ふうたー、ふうた頑張ってよー。あ、オッケーオッケー。なんでもう慣れてくださいよ、もう。ちゃんのチャンネル見てるみたいな。よいスタート。この新作の飲み物すごい美味しいね。どうしたの？かなこが直接感想言っただけでしょ。この新作のタピオカ美味しいね。じゃあいきます。この新作の飲み物美味しいよね。私ふうたとこの店来たかったから、今日これで本当によかった。でもなんか今日変じゃない？いやさ、最近思ってるんだけどさ、かなこって本当に俺のこと好きなの？この新作の最近思ってるんだけど、本当にかなこ俺のこと好きなの？どうしてそんなこと言うの？私ふうたくんのことしか見てないよ。今まで101人に告白されたけど。ちょっと言わせてよ。モテ子伝説を言わせてよ。かなこの101人。かなこ本当に俺のこと好きなの？なんでそんなこと言うの？私100人に告白されたかった。よし。この新作のドリンクやっぱりすごい美味しいな。私ずっとふうたこゴミの水であったんですけど、楽しかったですね。楽しかったです。言われてキュンキュンするセリフとかございますか？これちょっとキュンとしたよみたいなやつ。ない。彼女はなかった。素直に大好きはね、嬉しいかなと思います。顔がやばくなければ。いや、もう嬉しかった。嬉しかったです。これでも。ここだけ。さあ、ほらほら、ちゃんと顔。もうその以外はだけ見てたら、ちょっと頭がおかしくなった。おかしくなっちゃった。笑いが止まらなくなって。その他の部分はちゃんと見てくれてたことあるんですけど。本当ですか？ありがとうございます。今日の動画はここまでです。次回の動画はこちら。初めてですね。はい、初めまして。自分たちが持っているおすすめのコスメを10個紹介していこうと思います。パッケージがすごい可愛くて、全部今